今年の冬は積雪が少なく除雪作業が手間がかからず、体も時間も十分、取ることができました。それでは通告に従い質問いたします。まず包括予算2年目について特に注意した点、1年目の反省は何かあるか。2番地域づくりについて、災害時における地域づくりは各団体との連携、今年の防災訓練非常に良かったという住民から話がありました。それを各地区でその都度生かしていかないといけないと思います。災害時における地域づくりは、これについては普段からしっかりした地域づくりをしておかなければいけませんが、各団体との連携、28年度の農産物、これは果樹に限ってでいいんですが、生産について病害虫防除への補助の考えは、ここ数年、ブドウに病気が出て収量が落ちてますが、それについて何らかの対策は考えてますでしょうか。次に子どもの貧困状況について、就学援助費等の支給状態、人数が分かればお願いいたします。空き家との関連についてはやはり、塩尻に人口が増えたということで、空き家を埋めていく対策にもなると思いますし、先ほど古畑議員の話にもありましたけれども、子どもの貧困の中で子ども食堂についてはどのように考えているか、実際現在行われているのはどうなのか、福祉施設について2025年は考慮した上で、福祉施設の統廃合というのを検討しているのかという、以上1回目の質問です。